ブルベジュのノアラです。本日もオンラインスタでアップされる商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインスタのみとなっております。ご了承ください。金額サイズ状態のお問い合わせの方もベルベジュウェブスターの方によろしくお願いします。これから紹介する商品は4月の19日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄に貼ってますので、そちらの方チェックしてみてください。まずは T シャツからいきます。こちらチャンピオンティーですね。入荷商品になります。タグの方はこちらトリコタグ80年代の、ラージ表記で 100% コットンになってます。フットボールティーですね。白ボディに赤のラバープリントになってます。裾の方にもこちらサイズ表記書かれてますね。程度としても特にダメージなくいい状態です。裏の85番もこういい感じにひび割れ始めていて雰囲気いいですね。で L 表記なので、僕がそうですね、気持ち緩い感じで着れてちょうどいいサイズ感です。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。もう一枚チャンピオンティーですね。こちらは、90年代の青の刺繍のダブル XL になってます。でこちらグレーの霜降りに染み込みプリント1段で入ってます。染み込みいいですね。でこちらも状態めちゃくちゃいいです。でサイズもダブル XL なのでかなり僕がゆったりするサイズ感になってます。こちらの方もお値段7800円に消費税になります。続いてこちらの方がタグがこちら90年代のナイキのタグになってます。サイズ表記は XL ですね。でこちら白ボディにこの、バルセロナオリンピックの時のジョーダンだったりピッペンだったりいてっていうプリントです。かなり豪華なメンバーですね。こちらも状態としては特にひどいダメージなどなくっていう状態です。でサイズ表記も XL なのでこの辺はやっぱ大きめの方が需要はあるかなと思います。僕でも全然ゆったり着れるサイズ感です。こちらの方でお値段なんですが9800円に消費税になります。続いてシャツですね。半袖シャツになるんですがこちらいいシャツですね。ラルフローレン、こちらのタグになっていて最初 XL になってます。でこちらは 100% コットンの方ですね。で黒の解禁ではないんですがもう、100% コットンでかなり状態もいいです。しかも生地もなんかちょっとピケっぽい感じの生地になっていてすごくいいですね。特にダメージなどなくいい状態です。でサイズ表記 XL でこの辺は作りも大きいっていうのもあって僕がかなりゆったり着れるサイズ感になってます。めちゃくちゃいいですね。いや黒っていうのもかなりいいです。お値段の方が 12,800 円に消費税になります。続いて寝るシャツですね。こちらタグの方はこちらファイブブラザーのタグになっていてサイズ表記 M 表記です。でこちらは、ネイビーと グレーと黒の配色になってますね。配色もかなりいいと思います。あんまり見かけない配色ですね。で程度もいいですしサイズも M 表記で僕がジャストっていうサイズ感になります。こちらの方でお値段が7800円に消費税になります。続いてこのボックスシャツですね。こちらタグの方はこちらになってます。サイズ表記は L 表記です。でこちら 100% コットンのボディですね。で赤と白あとネイビーもちょっと入ってますねのチェックになっていてこちらも状態かなりいい状態です。この辺ってやっぱその M 表記までが多く見られるんですが L 表記なので、僕も普通に通常通り着れるサイズ感ですね。この辺いいと思います。お値段の方なんですけれども7800円に消費税になります。続いてこちらの方がウールですかね。タグの方かなりいいタグですね。ブレント、サイズ表記は M 表記になってます。で 35% ウールになってますね。でこちらはグリーンとブラックの配色かなりいいですね。こちらも全体的に多少のスレとかはあったりするんですが、ウールものの中では程度いい方かなと思います。サイズ表記 M 表記っていうところですがあんまり縮みが出てないっていうところもあって、僕でも全然普通に L 表記ぐらいの感覚で着れるサイズ感です。いいですね。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。安い。で続いてこちらもシャツですね。タグの方はこちらになってます。サイズ表記はこちら M 表記になってます。こちらは04の素材ですね。でこちら配色がいいですね。なんか白と黒とあとえんじのチェックのパターンになってます。でこういった色味のちょっと爽やかな色なかなか出てこないと思います。ところどころリペアとかちょっと細かくあったりするんですがこの辺とかですね。まだ全体としては程度いい方だと思います。でサイズ表記が M 表記で、気持ち縮んでるっていうのがあって僕だと本当ピッタピタのジャストサイズっていう感じになっちゃいます。ただいいですね、物として。
こちらお値段の方が1万5800円に消費税になります。続いて半袖スウェット1枚紹介します。こちらタグの方はついてない状態です。でターコイズブルーの色味にこちらは、じゃラバープリントですねで入ってます。可愛いですね。でこちら首元の方ですね、少しそのシミというかちょっと汚れが残っている状態にはなります。まあ、ただひどいダメージなどはなくっていう状態なんですが、こういうポツポツとしたちょっとしたシミが残っている状態です。でサイズ表記あったとしたら M ぐらいですかね、まあ、僕で少し着丈が足りないかなっていうぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてレギュラーのスウェットの紹介です。タグの方がこちらチャンピオン90年代の刺繍のタグで、サイズ表記 L 表記になってます。でパーカータイプで、パープルで、こちら前V もついてます。でこちら胸に何もない、まあ、いわゆる目なしみたいなパターンですね。で紐付きっていうのもあって程度もかなりいいです。こちらも特にダメージなどなくいい状態ですね。でサイズ表記が L 表記なので、まあ、僕がちょうどいいサイズ感ですね。そんな縮みは出てないです。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。もう一枚レギュラーのスウェットですね。こちらタグの方はこちらアーテックスで、サイズ表記はこちら L 表記ですね。でこちらグレーボディにスヌーピーの大きいプリント入ってます。でこちらちょっと嬉しいのはそのリバースタイプになってますね。ほんとなんか生地の感じとかもリバースに近いような感じになってます。で特にダメージなどもなくっていう状態なんですが、多少のすれ、こういったすれぐらいはあります。まだ全然まだまだ着れる状態ですね。でサイズ表記も L 表記で、リバースの L よりは少し小さいかなっていう感じですが、僕でも全然着れるサイズ感になってます。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてヴィンテージスウェットですね。タグの方がこちらになってます。BVD のタグになっているサイズ表記 XL になってます。でこちらボディの色はネイビーになりますね。で多少、まあ、ネイビー少し、フェードしやすいので多少フェードしてる感じはありますが、特にひどいダメージなどもなくいい状態かなと思います。例えば BVD、 そうですね、ヴィンテージスウェット自体サイズ表記 XL ってなかなか見かけないなと思うので、まあ、僕で気持ち縮んでるのでこのジャストっていうサイズ感にはなっちゃうんですが、かなり珍しいと思います。こちらお値段の方が7800円に消費税になります。続いてもう一枚ヴィンテージスウェットですね。タグはこちらチャンピオンのプロダクツのタグになってます。サイズ表記は L 表記ですね。で霜降りグレーにこちらはラバープリント2段入ってます。そのプリントの割れてない感じとか見ても伝わるとは思うんですが、程度がかなりいいです。でこちら状態として本当裏面も綺麗ですね。でサイズ表記が L 表記っていうところで、まあ、僕がちょっと気持ち縮んでますかね、僕が少しジャストなサイズ感に なりますね。こちらの方でお値段の方が9800円に消費税になります。かなりいいヴィンテージですね。こちらタグの方がこちらチャンピオンランタグになっていて、50年代ですかね、サイズ表記 L 表記になってます。でこちらネイビーボディにフロッキープリント入ってますね。でこちらも程度かなりいい状態です。しかもサイズ表記 L 表記で縮みはそこまでは出ていなくて、まあ、僕でもまあ、ジャストな感じですが、着れる状態、着れるサイズ感になってます。めちゃめちゃかっこいいです。こちらお値段の方が2万5800円に消費税になります。続いてリバースウェーブの紹介です。こちらの方が無地のタイプですね。タグの方はこちら、刺繍タグ90年代のサイズ表記 M 表記になってます。で、パープルの色味にこちら目がついてるパターンですね。で、ダメージがこちら1点ですね。小穴が開いてるっていう状態です。まあ、ただその他は特にひどいダメージなどなくいい状態です。でサイズ表記 M 表記というところですが、まあ、僕がちょっとぴったりするジャストのサイズ感になります。こちらの方でお値段が1万2800円に消費税になります。続いていい色ですね。こちらタグの方はこちら90年代刺繍タグになっていて、サイズ表記 L 表記です。でこちらも真っ黄色ですね。ピカチュウみたいな色ですね。でこちらも目がついてるパターンです。でこれに関しても特にダメージなどなくいい状態です。でサイズ表記が L 表記なので、まあ、僕が私物とかで着てるようなサイズ感、ちょうどいいサイズ感ですね。
本当にピカチュウみたいですね。ピカチュウですね、うん、こちらの方でお値段の方が15,800円に消費税になります。続いてプリントものですね。タグの方はこちら80年代トリコタグ、サイズ表記は L 表記になってます。ネイビーボディにこちらラバープリントで2段入ってますね。でこちらも状態としては問題なくいい状態です。でサイズ表記が L 表記なので、こちらも先ほどと同様ですね、僕がちょうどいいサイズ感になります。こちらの方でお値段が12,800円に消費税になります。もう一枚プリントものですね。こちらタグの方は90年代の刺繍タグ、サイズ表記は XL 表記です。ネイビーボディにこちらリブラインが入るタイプですね。でこちらラバープリント2段入ってます。いいひび割れですね、うん、かなり雰囲気です。まあ全然ダメージなどもなくいい状態です、うん、でこちらが XL なので、まあ僕が多少ゆったりする、まあ、需要多いところのサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段が12,800円に消費税になります。続いてパーカーですね。いいですよね。タグの方がこちら90年代刺繍タグの L 表記になってます。で赤ボディにこちらも目がつくタイプになってるんですが、程度としてところどころですね、このフードの入り口だったり、この胸の中央だったりとか、あとはポケットの方ですね、ポケット周りの付け根だったりとか多少ダメージはあるんですが、まあ言ってもパーカーかなり本当入荷も少ないです。裏面は特に問題ないですね。でサイズ表記 L 表記なので、こちら僕がちょうどいいサイズ感になります。こちらの方でお値段の方が12,800円に消費税になります。でもう一枚パーカーですね。こちらタグの方がこちら80年代のトリコタグ、サイズ表記 M 表記です、まあ、うちの店長の藤原が好きな年代ですね。でグレーボディにこちら目がついてるタイプで、こちらに関してはかなりいい状態かなと思います。特にダメージなどもないですね。まあ、M 表記なので、まあ、ちょっと僕はぴったりするサイズ感にはなります。でこちらの方でお値段が12,800円に消費税になります。リバースのラストですね。今日リバース多いですね。待ってますね。タグがこちら90年代刺繍タグの XXL になってます。でネイビーボディの目なしのタイプですね。でこちらも程度として少しですね、そのフードの入り口だったりとか擦れてるところは多少あります。あとはこのポケット周り少しつまんでリペアしてるところとか、あと袖口の方ですね、こちらの方も少し雰囲気系になってはいます。まあ、ただ全然着れない状態ではないです。むしろやっぱ目なしなのでかなり人気はあるかなと思います。サイズが XXL なのでかなり僕はゆったりするサイズ感になります。まあ、全然ダボ着もありだと思います。こちらお値段の方が15,800円に消費税になります。続いてこちらジャケットですね。こちらアディダスのジャージになります。タグの方はこちらになってますね。台湾製のものでサイズ表記 M 表記です。年代でいうと80年代頃ですかね。でこちら水色ボディにこの薄いグレーが切り返しで入っていてっていうタイプです。で胸に赤の刺繍でトレフォイル入ってます。でこちらも状態としては特に問題なくいい状態かなと思います。ダメージなども特に見当たらないですね。でサイズ表記が M 表記なので、まあ、僕は着れないことないですが、ちょっとジャストな感じのサイズ感になります。こちらの方でお値段の方が7,800円に消費税になります。もう一枚アディダスのジャージですね。タグのこちらはこのタグです。サイズ表記こちらも M 表記ですね。でこちらとしても年代としては80年代ぐらいですかね。でこちらはプリントですね。でトレフォイルが入ってます。ネイビーとベージュの切り返しです。3本ライン入ってますね。でこちらリブの方は少しですね、色焼けがしているっていう感じにはなるんですが、ダメージなど特にはないです。でこちらちょっと作りが変わっていて、こちらのポケット周りが少し変わってますね。ステッチが入ってたり面白いです。でサイズ表記は M 表記で、こちらも先ほどと同様ですね、僕が着れないことないですが、ちょっとジャストなサイズ感になります。こちらの方もお値段の方が7,800円に消費税になります。続いてリーバイスのジャケット、こちらコーデュロイの70505ですね。タグがこちら70年代の三角タグ、サイズ表記42になってます。でブラウンのコーデュロイですが、多少全体的にですね、そのコーデュロイがその焼けてっていう感じはあります。またダメージなどこちらもないですね。襟元もなくっていう状態です。裏面に関しても特には大丈夫かなと思います。
でサイズ脚42なので、まあ、僕がちょうどよく着れるサイズ感ですね。この辺は結構着れる方多いと思います。こちらお値段の方が9800円に消費税になります。続いて FFA ジャケットですね。タグの方がこちらになってます。サイズ表記はこちら18ですかね、ボーイズのサイズ感なんですかね。でこちらジップの方がこちらボータロン使われていて、年代でいうと60年代頃ですね。でこちらもワッペンと刺繍入っていて、背中の方ですね、1番はこちら入ってます。サイズ18っていう表記にはなるんですが、普通に40から42ぐらいありそうな感じです。僕でも全然着用できるっていうサイズ感ですね。こちらの方でお値段の方が12,800円に消費税になります。続いてリーバイスの70505になります。パッチがこちらになって、サイズ表記42の表記になってます。こちらケアタグじゃなくて紙タグが残ってるタイプですね、まあ、70年代頃のインディゴのものになってます。でこちら赤タグもしっかり残ってます。で決して濃い色のものではないんですが、こちらいい色に落ちていて、程度も全然問題なくいい状態だと思います。でサイズ表記は42、こちらも先ほどのコーデュロイと同じですね、まあ、僕がちょうどいいサイズ感で着れるサイズ感です。こちらの方でお値段の方が12,800円に消費税になります。続いてこちらいいですね、パッチの方がこちら70505のサイズ表記44、こちらケアタグの方ですね。でこちらブランケット付きなんですが、ちょっと僕珍しいなと思ったのがこちらスモール E なんですよ。ブランケット付きってなんかスモール E あんまり見たことないなと思って、でしかも色もかなり濃くて状態もすごくいいです。裏目に関してもこんな感じですね、特にそのダメージなどもなくいい状態です。でサイズ表記44なので、まあ、大きめっていうのもあって僕も全然着用できるサイズ感です。これいいっすね。こちらお値段の方が19,800円に消費税になります。続いてブラックデニムのジャケットです。こちらちょっとこれも珍しいです。こちらギャップのものになってます。80年代頃ですね。サイズ表記はこちら42になってます。で、まあ、形としては本当リーバイスのフォースの後ですね、ポケットがついているのでにはなるんですが、かなりいい状態だと思います、うん、デニムのブラックデニムの色もまだまだ残ってますね。サイズ表記も42なので、まあ、僕がちょうどよく着れますね。なんかリーバイのものよりもちょっと着丈が残ってるのかなっていう印象もあって、かなりいいものとしていいと思います。こちらお値段の方が9,800円に消費税になります。続いてウィップコードのジャケットですね。こちらタグの方はこちらになってます。サイズ表記はこちらですかね、 M 表記になってます。まあ年代でいうと50年代頃ですかね。ジッパーはこちらのタロン、ボータロンになってます。でウィップコード結構焼けてるもの多いんですが、こちらもまあ全体的にはあるんですけど、そんなひどい焼けとかなんかひどいダメージというのは特に見られないです。アジャスターとかもしっかりついてますね。色黒ですかね、まあ、これは黒になるんじゃないですかね、うん、かなりいいと思います。でサイズ表記 M 表記だと思いますが、まあ、僕がちょっとピタッとするぐらいのサイズ感で着れます。かなり物として珍しいですね。こちらお値段の方が12,800円に消費税になります。続いてこちらタイガーカモのジャケット、こちらタグの方はこちらになってます。スモールレギュラーになってますね。でこちらタイガーカモの、BDU タイプのジャケットですね。こちら4つポケがついてるタイプ、かなり珍しいと思います。僕は多分初見かなと思いますね。年代で言うとそんな古くはないと思います。80年代頃だと思いますね。で程度としても特に、まあ、多少擦れてるところとか全体的にあったりはするんですが、全然ダメージなどもなく綺麗な状態かなと思います。サイズ表記はスモールレギュラーで、ただこの少しシェイプしてる感じの形になっているので、僕だとちょっと幅が少しピッタピタになっちゃうと思います。ただ着れる方にとってはかなりおすすめな商品ですね。こちらお値段の方が7,800円に消費税になります。続いてスニーカーを1点紹介します。こちらニューバランスの990になります。こちら990入ってます。でサイズの方なんですけれども、こちらの方ですね、ちょっと見づらくなっちゃってるんですが、こちら9ハーフの表記になってます。でこちら DYZ ですね。で程度としても結構綺麗な状態ですね。ソールの方とかもまだまだ履ける状態です、うん、いいですね。こちらの方でお値段の方が9,800円に消費税になります。続いてパンツの紹介です。こちら WRL のパンツ、
こちらリーのフリスコパンツの形とほぼ一緒ですね。このポケットの仕様など見ていただいたらわかるかなと思います。でこちらタグが WRL になっていて、サスペンダーボタンなども刻印が入っててかっこいいですね。こちらサイズ表記の方なんですけれども、こちらの方ですね、こちら一番下の方に2830っていう表記になってます。またその表記通りっていう感じでもなくて、ちょっとその上30ぐらいの方でも履けるぐらいのサイズ感だと思います。感じですね。でこちらちょっと1点説明しなきゃいけないんですけど、こちら裾の方ですね、こちら裾上げがされちゃっていて、この曲げた状態で接地が入れられて裾上げされてます。で実寸のサイズなんですけれども、インチでいうとウエストが30インチのレングスが29インチになってます。まあ、僕でもちょうどよく履けるサイズ感ですね。かなりこのいいと思います。お値段の方はこちら 12,800円に消費税になります。続いてこちら M51 のダックのパンツになりますね。こちら表記の方、サイズ表記こちらミディアムレギュラーの表記になってます。でこちら生地感も本当もういわゆるダックですね、ダックの薄い生地になってます。で程度として少しのこのポケットのフラップの方ですね、少しなんか落書きがされてたり、あとはこの辺に少しシミがあったりとかはします。まあ、ただこのダックの感じなんで、こういう汚れとか本当雰囲気としてかっこいいかなと思います。裏面とかもこんな感じですね。でサイズ、実質のサイズインチでいうとウエスト37インチのレングス29インチになってます。僕だとかなり大きいですが、この辺でかく履くのもかっこいいかなと思います。こちらお値段の方が 12,800円に消費税になります。続いてこちら、グリーンリーフのデッドストックのものですね。こちらパンツで、タグの方がこちらの方ですね、サイズ表記ラージレギュラーになってます。でただ程度として本当もう水が通ってない、本当デッドストックの状態になっていて、まあ、こういうシワっていうのはちょっと畳のっていう感じの保管のシワっていうところですね。ほんとピンピンの状態です。で実寸のサイズウエストも、すみません、インチで言うとウエスト38インチのレングスが31インチになってます。縮み全く出てないのでかなり僕はゆったりするサイズ感ですが、このサイズハマる方持っておいた方がいいかなと思います。お値段の方が9800円に消費税になります。続いてこちらジャングルファティーグのパンツ、こちらリップストップのタイプなので、いわゆるフォースのタイプですね。でこちらタグの方なんですけれども、こちらの方についていて、サイズ表記ラージショートになります。いいサイズですね。でこちらも程度としてところどころこういう擦れてたりとかっていうのはあったりするんですが、まあ、全体としてかなりいい状態かなと思います。綺麗ですね。ウエスト、インチでいうと37インチ、レングスが28インチになってます。まあ、この辺もちょっと僕は大きいサイズ感ですが、これ履ける方は全然、まあ、やっぱショートっていうのがいいですね。ショートだけいいね、なかなか出てこないと思います。はい、お値段の方が9800円に消費税になります。続いてリーバイスのスタプレになります。こちらタグの方がこちらについてます。スタプレのタグです。でこちら黒タブがついていて、こちらビッグイーになってます。でベージュの色味かなりいいですね。で程度としてなんですけれども、こちらに薄くですねシミが残ってます。ただそんな目立たないです。それ以外他特にダメージなどはないですね。裾の方とか特に問題ないかなと思います。実寸のサイズなんですけれども、ウエスト32インチのレングスは29インチ、僕がめちゃめちゃ、まあ、ウエスト多少ゆとりありますがいいサイズ感です。履ける方も多いと思います。お値段の方が9800円に消費税になります。続いてこちらアメリカ製の501ブラックになります。501ですね。パッチの方がこちらウエストの表記は33インチ、レングスが30インチの表記になってます。で赤タブもしっかり残ってます。でこちらとしては、後染めの方ですね、程度としてももう真っ黒、いい状態です。こっから自分色に育てるのもかなりいいと思いますね。実寸の方なんですけれども、ウエストは33インチのレングスは30インチ、表記通りですね。僕は多少ゆとりが出るサイズですが、この辺バランスいいので履ける方いらっしゃると思います。こちらお値段の方が9800円に消費税になります。
続いてこちら501の赤耳になります。こちらトップボタン裏がこちらかな、こちら、ちょっと見づらいかもしれないですけど524になってます。でパッチの方ですね、こちらになっていて、ウエスト34インチのレングスは30インチの表記になってます。でこちらも赤タブしっかり残ってますね。で程度としてもかなりいい状態だと思います。また下も全く問題ないです。でレングスの方もこちらオリジナルのものになっていて、当然赤耳ついてますね。実のサイズの方なんですけれども、ウエストが33インチのレングス28インチ、気持ち縮んでるぐらいですね。まあ、ただオリジナルのレングスでこの30以下なかなか出てこないと思います。こちらの方でお値段の方が15,800円に消費税になります。続いてこちらヴィンテージですね。こちら501のこちら66前期になります。パッチのこちらですね、ウエストの方32インチのレングスが33インチの表記になってます。で赤タブもしっかり残っていて、こちら当然シングルステッチのものになってます。で程度として見ていきたいんですが、まあ、まずこちらですね、その左の太もも部分ちょっとそのダメージがっていう状態になります。で、まあ、また下特に問題ないですね。でレングスの方もこちらオリジナルのものになってます。まあ、多少擦れてるぐらいはありますが、まあ、当然耳付きですね。でいい色ですね、その縦落ちの感じすごい綺麗だと思います。でこちら裏面も特に問題ないかなと思います。まあ、この辺はちょっともうご愛嬌かなと思います。で実寸の方なんですけれども、ウエスト32インチのレングスが31インチ、レングスだけ気持ち縮んでますね。まあ、この辺もバランス良くて履ける方は多いんじゃないかなと思います。夏仕様ですね。いいっすねこの色味、うん、かっこいいっす。お値段の方が35,800円に消費税になります。最後にダブル X、 こちらジッパーのもので、こちらジッパーはこちらタロンになってます。でパッチの方がこちらですね、こちら 504Z ダブル X、 ウエストは29インチのレングスが30インチの表記になってます。まあ、このパッチからしてもうそのギャラなしの年代ですね。で赤タブもしっかり残ってます。まあ、で当然ダブル X なので、こちら隠しリベットもこちらついてます。でまあギャラなしなので、まあ、こちらシルバーですね、スレーキのリベットは。でこちらも程度として見ていきたいのですが、まあ、ただこれだけいい色なのでそんなひどいダメージもないです。まあ、ちょっとステッチが抜けてるぐらい。また下はでレングスの方もこちらオリジナルのものになっていて、まあ、当然こちらも耳付きですね。ステッチの抜けなども特に見られないですね。で 504Z、 そうですね、ウエストが29インチ、28インチ、27インチって存在するんですけど、まあ、その中では一番大きいサイズになります。なのでまあ男性でも全然履ける方はいらっしゃるかなと思います。実寸のサイズなんですけれども、ウエスト29インチのレングスが28インチになってます。まあ、僕はさすがに小さいですが、まあでも全然本当ね、その160前半とかそのグレーぐらいの身長の方だったら全然履ける方いらっしゃると思います。こちらお値段の方が198,000円に消費税になります。ウェブレジの方で買取委託販売の方を行っております。何かあればお電話いただければ対応させていただきます。よろしくお願いします。